トマビ知識認定コーチの西村です。本日はアファメーションはキリスト教文化っていうお話をいたします。朝の勉強会とかでアファメーションのお話をしている私です。アファメーションっていうのはですね、アメリカにある文化の一つです。キリスト教のそもそもにですね、望めば叶うっていう思想があるんですね。自分の願いを肯定形で唱えると、まあ望めば叶うっていう思想があるんです。で、私それすごく感じるのはですね、1998年にドリームワークスがアカデミー賞を取った、まあ映画作ってるんですね。アニメ映画なんですけど、プリンスオブエジプトっていう映画見たことある方いらっしゃいますか？出エジプト記っていう旧約聖書のお話、モーゼがなんか杖をつくと海がガバーッと分かれる話あるでしょ？あれをアニメーションにしたものなんですね。それの主題歌がアカデミー作曲賞取ってるんですね。その中身の歌詞がそのものズバリアファメーションです。歌詞どんなのかっていうと、あなたが信じれば奇跡が起こるって中身なんです。あなたが願えばあなたはそれを達成できるっていうのが、延々とマライア・キャリーと誰だっけ、ホイットニー・ヒューストンによって歌われて大ヒットしたんですね。ということで、あんまり日本的じゃないかもと思います。トマベチ博士の瞑想法、極めて仏教的で東洋的ですけどね、まあ、だからちょっと拒否りたくなる人が多いのはわからんでもないけど、まあ、でも願えば叶うんだっていうのを知っとくのってすごく大切だと思うんですよ。綺麗に言葉に落とし込んで自分の頭の中を外部化するって作業、大切です。まあでも日本じゃない文化をまあ知ることでもあるんだっていう意識持っていただいた方がいいかもしれませんっていうお話でした。